もみの木は残った。山本周五郎四十。秋曇りお宮が駿河台下の家へ帰った時兄の六郎兵衛は酒を飲んでいた時刻は午後五時過ぎ道場ではまだ稽古の音がして門人を教える野中又五郎のよく通る 勘のたいいこえがていたおみやは先に新八の部屋へ行ったもう薄暗くなった部屋の中で宮本新八は仰向きに寝転がり手足を投げ出してだらしなく眠っていたそれまで読書でもしていたものか傍らの小机の上に一冊の本が開いたまま置いてあるそれでも勉強するような気持ちになったのね お宮はこう思ってそっと覗いてみると、それは何かのジョールリボンであった。しんさん、お宮は彼を揺り起こした。起きてちょうだい、真さん、私よ。新八は目を覚ました。ぼんやりと目を覚まし、そこにいるのがお宮だとわかると、寝たまま手を伸ばしてお宮を抱こうとした。 ダメよ、起きてちょうだい。おみやは、彼の手を押し返した。新八はいぶかしそうに女を見、足をぼりぼりかきながら、大きなあくびをした。それから物うげに起き上がったが、ふいに飛びかかっておみやを捕らえ、荒々しく抱いて、そこへ押し倒そうとした。よしてとおみやは激しく拒んだ。 人を呼ぼうよ。どうしたんだ話してちょうだい。どうしたんだ痛いから話してよ。冷たく、固い声であった。新八は手を離し、さらにいぶかしそうな目つきでお宮を眺め合った。どうしたのだお宮が拒むはずはない。いつもお宮の方から求めるし。 どんなに求めても飽きるということがなかった。兄のところへ来たの、とお宮は言った。兄に話があるのよ。あなたにも話すことがあるの。後で来るわね。どっちでもいいさ。新八はまたあくびをしたが、今度は空あくびのようであった。俺の方には別に用はないぜ。 怒らないで。とおみやは低い声で言った。いろいろ話して分かってもらいたいことがあるのよ。怒らないで待っていてね。どうせ檻の中の獣さ、言われなくてもここにいるよ。すぐに来るわね。とおみやは言った。新八はまたごろっと横になった。柿崎六郎兵衛は酔っていた。 湯島の家原田甲を訪ねたのは二、三日前のことであるが、帰ってくると飲み始めたまま、寝る時のほかずっと飲み続けであった。そばには女が二人いた。沖野、志保と言って、沖野が二十歳、志保が十九になる。前にいた三人は出て行き、この二人は三月に、 雇い入れたものである前の3人は六郎兵衛の酒癖と乱暴に耐えかねいとまも取らずに逃げ出したのであった今いる2人も六郎兵衛の癖には慣れようとはしないもう5ヶ月にもなるが彼の異常な成功にはどうしても応じなかったし無理に明治でもすればすぐにでも出てゆく様子を示した。 こいつらも長くはないな。ろくろべえはそう思いながら、ギラギラした目でおきのを見、しほを見た。上品ぶった面はしているが、一皮むけばこいつらメスだ。色と欲で固まったメスにすぎない。彼はこれまでに知った女たちの、幾人かを思い出した。色情と物欲の他には、 何者にもいささかの価値も認めない女たち六郎兵衛はそういう女たちが好きであったはっきり色と欲に割り切っている方が女として扱いやすくかつ面白かった彼は真面目で上品ぶった女を見るとそのかぶっている皮を剥いで正体を表してやりたいという衝動を強く感じた ああらゆる女は女はであった。みんな底なしに色好みで嘘つきで欲が深い女というやつは自分が見た夢の話さえ正直には言わないものだしかし彼はそれを非難するのではなかった彼にとってはそれが女というものでありそれでこそ愛することができるので それ以外の女がいるということは考えもしなかったし信じられないことであった。縁側も窓も雨戸を閉め、食台を三つ脇に置き、片肌脱ぎになって彼は酒を飲んでいた。三日前から戸を閉めたままなので座敷の中は暑く、一息れと酒の匂いとで空気は泥水のように重く、 にっていた。声をかけてその座敷へ入ってきたおみやは熱いのと寝苦しいのとでめっと胸がつかえるように思ったお月見の宴が終わったので二日おいとまが出ましたとおみやは言ったろくろべは不機嫌に妹を見たその妹は酔いのために ドロンと充血していた「それで帰ったのかお話もございますあの件でかくろべ衛の目が細くなったお宮はうなずいて「はい」と言った「よし聞こうお前たちは座を外せ」とくろべ衛が言った女たち二人が去りお宮は話した 少しも風が入らないので暑さもひどいし息苦しくお宮はうちわを取って兄と自分を代わる代わる仰ぎながら話したそれだけか聞き終わったろくろべえは確かめるように妹を見た彼はほとんど泥酔していたが聞いている間に酔いが覚めた様子で

十一月十日とつぶやき、一人でうなずいてから、また妹の顔を見た。他にはないか。はい。他には何も。消紋の件はどうだ一ノ関と消紋を取り交わしたようだと言っていたが、本当に取り交わした様子か。それは、まだはっきりわかりません。バカ者。 何のためにあの屋敷へ入ったか忘れたのかその後あの話は出ないんです。もしかすると聞きはぐったかもしれませんけれど。とお宮は兄を見て言った。私はまだ新参の方ですし、勤めには順がありますから、いくら殿様のごひいきでも絶えずおそばにいるわけにはまいりませんわ。 そんな言い訳は三文の役にも立たん。俺が目と耳を離すなと言ったら言われた通りにすればいいんだ。これまではそうしてきたつもりです。褒めろとでも言うのか。い,いえ、もうこれきり、私の役は堪忍していただきたいのです。六郎兵衛は黙っていた。この話を聞いていただくために参ったのです。 私、もうこういう役は務めません。これからはどうぞ、私をあてになさらないでください。ろくろべは黙って、疑わしげな目で、じっと妹を見つめた。こいつ変わったぞ。彼は初めて気がついた。おみやはまともに兄の顔を見ていた。ろくろべは拳を握った。 何か凶暴なことをしたいという、激しい衝動が突き上げてき、彼は持っているきを禅の上へ叩きつけた。それは皿や小鉢には当たらず、塗り禅の縁に当たって飛び、敷き畳の上へ転げた。いや待て、それはまずい。六郎兵衛は危うく自分を制止した。 ここで怒ってはぶち壊しだ。こいつは脅したぐらいではびくともしないだろう。あの目つきが証拠だ。これは到底脅しではきかない。とろくろべえは思った。その話はまた明日のことにしよう。その必要はございません。まあええ。明日また話すとしよう。彼は急によいでも発したように。 頭をぐらぐらさせ、風呂へ。でも入って、今夜はゆっくり寝るがいいと言い,い女を呼んだ。女の1人が来るとろくろべえは風呂を見てやれと命じた。お宮はその女と一緒に出て行き、そのまま新八の部屋へ入った。そこはもうすっかり暗く。新八はまだ寝転がっており。 かのうなりが聞こえていた。真さん、起きてちょうだい。おみやはそう言いながら安 don に火を入れた。稽古が終わったのだろう。道場の方は静かになり、廊下の方で野中や島田一蔵や小田内木の声が聞こえた。安 don がつくと。 シンパチはまぶしそうに起き直って足を投げ出したままあくびをした目を覚ましてちょうだい目は覚めてるよお顔を洗っていらっしゃい真面目に聞いていただきたいことがあるんですこれまではふざけていたっていうわけかそのことも話しましょう待っていますからお顔を洗ってきてください ごめんだ。そんな必要はないと言って新八はすねや手をボリボリかきあくびをしそしてほに止まった顔たたいた言ったらいいじゃないか話は大抵わかってるぜ。それからおみやの顔を見て言った聞いてるよあたし今 兄にも断ってきたの。あたしもう兄とも縁を切るし、この家へも帰らないつもりよ。そうらしいな、と新八が皮肉に言った。俺もそんなことだろうと思ったよ。今度はどんな男なんだい。あなたには、はっきり言います。とおみやは目を伏せた。おみやは、 黒田源志郎のことを話した。同じ境亭の者ので、新山ではあるし、身分はまだ足軽に過ぎないが、三筆が達者なのを認められて、勘定部屋へ勤めている。年は二十五歳くらいだろう。ごくおとなしい、真面目な性質で、彼を見ていると、自分が現れるような気持ちになる。と美也は語った。 新八は何か考えながら聞いていた。お宮の話は、半ば上の空で聞きながら、何か思い出そうとしているようだったが、ふと、足軽、とつぶやくなり、お宮の話を遮った。わかった。あの時の男だ。と新八は言った。いつか向島の土手で、 石川兵庫の介さんにさらわれようとしたとき、駆けつけてきて助けた男だ。そうだろう。えそうです。お宮は悪びれずにはっきりうなずいた。新八はにやっと笑い、探るような目つきでお宮をじろじろ眺めながら言った。わかったよ。よくわかった。 もうできちゃったんだな。んさんとおみやが目をあげた。ごまかすな。俺は見ていた。と新八は唇をゆがめた。俺は離れて見ていたんだ。お前はその男を連れてあの茶店へ戻った。気がつかなかったろうが俺はあの時後をつけていって二人で茶店へ入るのを見たし。 あ時近くも外で待っていたんだ。ええ、その通りよ。しんさんの見ていた通りだったわ。あの時できたんだな。違うわ。それだけは違うわ。あの時できたんだ。と、しんぱちは自分で頷いた。お前はそういう女だ。俺はよく知ってるが。 男と二人で半時近くも茶店の奥にいて何もしないなんてことができる性分じゃない。お前はあの時もう男をものにしていたんだ。いいわ。そう思うなら思ってちょうだい。私がそんな女だったということは自分でも知っているし、そうじゃないなんて言いはしません。けれども黒田さんは私なんかとは人間が違うんです。 味を見て分かったわけか。新さん、あたしは真面目に聞いてちょうだいって言ったはずよ。どう聞こうと俺の勝手だ。と新八は冷笑した。てめえの色の,のろけを、真面目な面で聞けるかどうか、考えてみたらわかるだろう。俺にはまだそれほどのシャレっ気はないんだから。ごめんなさい。 弥はまた目を伏せた。んさんをそんなふうにしたのはあたしよ。みんなあたしが悪かったんだわ。話を片づけてくれ。新八はそっぽを向いた。そういう男ができたからつまり俺に切れろと言うんだろう。あたしのためではなくあなたのためにそうしたいの。いいえ聞いてちょうだい。 私真面目に言ってるのよ。とうみやは心八を遮り指で目を押さえながら言った。黒田さんのことものろけなんかじゃないわ。向こう島の時だって黒田さんは私を近寄せもしなかったしそれからあとも同じよ。あの人は女中やおはしたにまで騒がれているけれどいつもきちんと折り目を正して女になんか目もくれやしないわ。 お宮は話し続けた。「帝内の女たちと同様にお宮も彼にのぼせ上がった」「武家屋敷のことで表と奥とは厳しく区別されているが帝内は広いことだしそうしようと思えば男と女の会う機会がないわけではない」「足軽長屋から勘定部屋へ黒田源四郎は毎日通った」 ているその途中で女たちは巧みにそして大胆に彼に近づこうとした彼女は向こう島で黒田源四郎に助けられたことがあるそうして彼と二人だけで一時話をしたしたがって他の女たちよりは親しく呼びかけられるし源四郎の方でもさして避ける様子はなかったもちろん 会会って話す機会はごく稀でしきりの垣根越しにちょっと立ち話をする程度であったが幾度か会っているうちにお宮の気持ちが変わってきた源四郎はこれまでお宮の知っているどの男とも似ていなかった顔立ちも態度もきっぱりとして清潔で目が特にきれいだったよく住んだ きれいなその目で見られると自分の全てが見透かされそして現れるような気持ちがする彼に会うたびに過去の汚れが現れて自分がきれいになるようにさえ思えるのであったおみやは初めて自分が何をしてきたかということを思い返しその罪と汚れの深さにぞっとした。 心の底からぞっとなり、そこから抜け出ようと決心した。あたし、生まれ変わって見る気になったの。とおみやは言った。できるかできないかわからないけれど、やってみるつもりよ。新八は顔を背けた。彼の顔から皮肉や長老の色が消え、 途方に暮れたような困惑の表情が現れたおみやの言葉には何の飾りもないし笑われることも罵られることも恐れない勇気があった自分の罪や汚れた過去を認めそこから抜け出して生まれ変わってみるつもりだという新八の皮肉や長老をも避けようとはせず 面上に進んで唾を受けようとする態度が、新八を自然とひるませたようであった。あたし、あなたには悪いことしたわ。とおみやは続けた。今更お詫びを言っても取り返しはつかないし、口でお詫びをしようとも思わないわ。それより、あたしお願いがあるの。よしてくれ。 それだけはまっ平だ。お願いよ、新さん。言うことはわかってるんだ。一言だけ聞いてちょうだい。嫌だ。それだけはよしてくれ。と、新八は首を振った。あんたは自分の好きなようにできる。この家と縁を切り、柿崎さんと縁を切り、私と縁を切って新しくやり直すこともできる。 だが私は囚われた獣だ。だからそのことを、いや、たくさんだ。とぱちは乱暴に遮った。私は脱走者だ。外へ出ればいつどこで、伊達家の者のに捕まるかもわからない。捕まれば殺されるに決まっているし、この家に立って安全じゃない。柿崎さんは私の保護者のような顔をしているが、 心で何を企んでいるかはわかってる。私は知ってるんだ。そんな声を出さないで。と、お宮が静止した。もし、聞かれでもしたらどうするのだが、新八は首を振り、お宮の言葉を遮って言った。もう俺も子供じゃない。いつまでもごまかすことはできない。俺は知ってるし、お前だって知ってるはずだ。 新さん、お願いよ。柿崎さんは俺を売るつもりだ。いや、もう売ってるんだ。と新八は言った。この道場を作った金は、一ノ関から出たものだし、毎月多額な手当を一ノ関から引き出してる。隠してもダメだ。この俺を七にしてそういう金を取ってるし、いざとなれば俺の体を一ノ関の手へ渡すつもりなんだ。 そうだろう。と新八は声を震わせた。いつかは自分を使って、畑兄弟をさらおうとした。それは、自分や畑兄弟を保護し、親の仇の兵部昭有を撃たせてやる。という口実だった。その誘拐が失敗してから、自分は疑いを持ち始めた。そしてこの耳と目で、 柿崎さんの動静を探り何を企んでいたかということを知るようになった柿崎さんは一ノ関から金の引き出せる間俺を話す前金が引き出せなくなったら俺の体を一ノ関に売るだろうと新八は続けたお前だってそうだ何も知らない俺を騙しすかし飽きるほど好きなようにして 今度は自分だけ生まれ変わった女になろうという。おみやは泣き出した。新八は強く、泣くのはよしてくれと言って目を背けた。俺はそれをとやかく言うんじゃない。お前のような女が生まれ変わろうという、真面目にそうしようとすることは立派だ。しかし、お前がダメにしてしまったこの俺は、どうもがいても、 この檻から抜け出すことができないんだぞですから、私はその相談をしようと思ってきたんです。まっらだと新八は跳ねつけた。柿崎さんとお前は兄弟だ。お前も柿崎さんに似ている。二人とも自分のためにはどんなにでも人を利用するが、利用できなくなれば捨てるか、売るかするんだ。 その時「しゃべりすぎるぞ」という声がし障子が開いた2人が振り返ってみると柿崎六郎兵衛が立っていた開けた障子の向こうに立って酔いのために青くなった顔でこちらをにらみながら「みやは風呂へ行け」と顎をしゃくり「新八は俺と一緒に来い」と言ったおみやは 兄さんと言って立ち上がった。お前は風呂へ入れ。待ってください、兄さん風呂へ行け。口を出すな。とろくろべえは叫んだ。